皆さんこんばんはアムサリー平井でーすザリガニザリガニザリガニやったー元気いいな元気始まりましたもうあの後役も終わりましてねあとは人間ドック一回行くというのがねそれさえクリアしたら僕は調子悪そうやから元気くる体の調子悪そういやそんなことないですよもうすこぶる健康でございますはいということで今回あの最終回ということでレトロゲーム店を飛び出しレトロゲームエリア特集という特別番組をお送りします。よいしょー。そうでございますよ、最終回ということで、以前あのゲストで来ていただきました、はい、ドグマとタケに来てもらってます。どうもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ順番に自己紹介の方よろしくお願いします、はい、なんか MC の方のテンションがよくわからない全然なんか違いますね、レトロゲーム亭初代、MC 務めましたドグマカズミですザリガニザリガニよろしくお願いします。ありがたい初代ね初代平井さんがあの日スケジュール合わなくて来れなかったから急遽初代やったんですよ。いやだからそこは数珠つなぎなわけよだって平井さんの冠番組だったのに1回目出れなくて僕が出たんですよそうですよ臨時で僕がそんな特殊な番組未だにないですよ。そうですよ2回目3回目も出れないから2回目3回目も臨時 MC が立ったんですよそうなどんな番組だとごめんなさいごめんなさいそんな番組の最終回ですすいません小説お世話になりましたどうもごめんねいやとんでもない楽しかったですから、ねさあはい、よろしくお願いします。まあドグマさんでございますけど、はい、うん、はい、そしてちょっと反応に困るのやめてくれませんいや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 ちょっと今日のいでたちがね MC?、はい、MC ですよね今日は、最近ですね、はい、僕この学校じゃないと皆さんに認識されなくなったみたいで、この学校で来ました竹と申します。皆さんよろしくお願いいたします。すごいほら、ね、いやいやあのこんな感じでございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ビシッと決めてきました。お願いいたします。ずっとそれでやってんの？もうずっとこれですよ。しかもね平井さん最近ね、うんうん、この子ね何があったか知りませんけどね、うん、記事が良くなったんですよ昔のペラペラじゃ変わってねいい記事に変わったんですよこいつ。うわ、まあ、儲けてるなお前儲けてんの。いいやつしました。いいやつにしました。いいやつしました。ちゃんといやじゃあもうね気の利いたコメントもね、はい、あそれはそうですよいただいてそれはもうやっぱりタレント事務所にも入られて、ね、そうですよ。なそのハードルの上げ方やめませんか。いやいやからのそこでパソコンだけじゃなくねテレビでも見れるようになりましたからね。コメントでもさすが芸能人っていうの来てますからね。あやっぱ芸能人ですよ彼は。ナベプロも頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。いやよかったよかったいや MC ちょっとどうにかしてこの感じを。なんでいやいやいやそんなスキルあったらもうやってますよ普段はそんなにね平井さん MC されないですから、ね、基本僕何もしない方ですからねそうですね、うん、まああのあえて言えるのは僕は松竹芸能ですってだけを伝えて松竹のエースですからね。そこがエースエースでございます。じゃあのちょっと台本読んでいいですか。お願いいたします。お願いいたします。すいません余分な話、すいません視聴者の皆さんよろしくお願いします。さあ本日は、レトロゲームエリア特集、はい、巨大コントローラーで遊ぼうという番組タイトルちょっと近くないですか顔が隠れてます、ね、MC だったらもっとチラチラ見てさらっとやらないとこんなん見たらそうかごめんなさい特に目も悪くない芸歴を考えてお願いしますよ22年くらいでしょ、はい、そうですね、今回あの巨大コントローラーで遊ぼうという、はい番組タイトルにもある通りいよいよ、うん、やつが登場します。おお。まあ、その名の通りですけどまだちょっとね見てないので確かにそうなんですよ、ねね、楽しみですよ、まあ先日東海特番でも紹介したこのコントローラー、うん、あもう出たんですね。一応紹介させてもらってます。あそうなんですね。でがっつり遊ぶのは、はい、この番組が初めて、はいということで視聴者の皆さんはじゃあ知ってるんですかねコントローラー自体は。情報は皆さん、ね、情報は知ってると思います。情報は知ってるみんな情報は知ってるんですかね。でもコメントになってどうなんでしょうね。チラチラ見てるよコメント。チラ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 僕らも見てますよ。 B ダッシュどうやるのかな。なるほどその辺気になりますよね。知ってるとニコファーレで見たっていう人もいますからね、うん、ありがとうございます、ね、見た。じゃあ早速いきますか。登場してもらいましょう。はい巨大コントローラーお願いします。うわほいほいほいダダーちょっとスライスですよ。めっ
めちゃくちゃでかいっすよこれ。いやいや、ビジネス、何これ、ビジネスホテルのシングルぐらいあります。間違いないですね。そうですね、確かにカプセルホテルより間違いなく大きいですね。まあまあありますからね、これね。すごいですよ。あれ、そしてなんか運んできた人がなんか見たことある。はい、どうやら見たことある。どうやらこれ来ました。あ、いきなり自己紹介いきますか。はい、おららららら、100センチのもっちりヒップ、シル職人ことグラビアアイドルの倉持優香です。よろしくお願いします。よいしょ。平井さん、巨大にかかってるの。巨大に、巨大な。そしてもう一人。はい、そして、H カップのグラビアアイドル、吉田山こと吉田咲です。よろしくお願いします。いやいや、なるほど、なるほど、ね、応援のコメントは巨大巨大です。でかいですかね、コントローラー。はい、だから巨大、ね、まさにこのビッグなゲスト4人を お呼びしましてですね。まあ、お二人はビッグですけど、僕らは別に、ね、いやいや、そんなことないですよ。芸歴もないですし、ペーな、ペーペーの方ですから。そんなことないよね。そんなことないですね。なんかちょっと含みも出せて、なんかちょっと嫌な感じですね。ドグマさん、よくテレビ出てますから。ドグマさんはどうですか、巨大ですよね。すごい大きいですね。まあ、そのね、気持ち的にはね、気持ちになろうっていう気持ちに。そうですね、僕はありますけどね。吉田さん、あのビッグですよね。そうです、すごくビッグです。吉行き、はい、吉行き、このビッグな4人で、はい、気持ちがね、気持ちが大きいです。もちろんね、将来的に大きくなるってことですか。はい、ということで、はい、気になります、やっぱりこの秘密のベールを見たい、見たい。ついにちょっとなんか透けて見えるのがいいですね。ちょっと形がボコボコボコってね、はい、形が、まあ、あー、やめてください、やめてください、まだおさわりダメです、これ。ちょっとまだですよ。じゃあいきますよ、はい、こちらだー。うわー、すごい、予想以上にすごい。すごい、モノホンじゃん、これ。だって色合い、もっとハリボテのしょうもないもん出てくるかと思ったら、すげえ、すごい、ちゃんとしてるね。すごい、コントも一緒ですね。もうファミコンのコントローラー、まさにそのまま大きくした。よく作ったね、これ本当に。へこみとか。触ってもいいですか、これ。いや、いいですよ。もう質感が本当ね。いかがですか。クオリティ高いわ。すごい。倉本さん、倉本さん、いかがですか。え、すごい、押していいんですか。押しても大丈夫。押し込んでも大丈夫ですか。今は大丈夫ですね。今大丈夫じゃない。いや、へこんだだけやろ。すごい、ボタン押しすごい。こんな大きな、だってコントローラー触ったことないじゃないですか。まあ、ね、ないですからね。あ、すごい、押すだけで楽しい。そんなことあれへんやろ。うわ、楽しい。押したら楽しいよ。目がキラキラして楽しい。ちょっと押してごらん。いいですか。タケちゃん、いや、順番に。ほら、気持ちいい。気持ちよくはないやろ。押し心地、押し心地が。さっき気持ちよくはないやろ。いや、でもまさか。押してみてください。今度じゃあ十字キー触ってみてもいいですか。うん。え、どうだ。おお、どうだ。すごい。え、右押してみていいですか。うん。あーっていうことは、吉田、いや違うよ、吉田、そこはっていうことはないでしょ。何に繋がってるんだよ。あーっていうことは、本当に押せたことの喜びみたいな。喜びね、そこはありますね。吉田さんは普段からこうなんです。すいません。喜ぶときはあーっていう人なんです。確かに、確かに。いや、でもなんかあの、もう当時のへこみの感じとかが似てませんか。ああ、押し心地はね、そうですよ、ね、押し心地が似てて硬いのかなと思ったらね、うん、そこまでちゃんと押せるので。ていうか、これ平さん、横どのぐらい長さなんですか、これ。いや、これ結構ね、あります。180、身長よりも高いね。じゃあ僕らの全然ちょっと竹と比べてみたい。ちょっと寝転がった。ちょっと寝転がってみて。新しくしたんですか。これはそうです。いい生地だって言ったのに。ちょっと あの辺で寝転がってみて。これこれ。もうちょっと向こうが。うん、その辺で寝転がってみ。比較できますこれ。平井さん、遠すぎるでしょ。せめて横に寝ない。どこで比べてんの。全然分からへん。ただただついに横してるだけじゃないですか。タケちゃんが大きいのか小さいのかも分からへん。ただの寝転がってんじゃないですか。全然分かんなくないの、これ。ここで寝て、ごめんなさい、ごめんなさい。そうですよね、カメラさん。そうですよね。ごめんなさい。ここで寝たら撮られへんのか。上に構えたんやから。俺もここで寝て。タケちゃん、ここやった。すぐここ。ちょっとじゃあ横に並んでみますよ。ちょっと並んでみて。あら、やっぱり。タケちゃんより全然大きい。え、でもタケちゃんでもこれ 2m20 あるんですよ、これ。相当大きいですね。それよりも大きい。 2m は嘘ですけど。言ったじゃないですか。あんたいくつなの、背は。僕今165くらいです。あ、じゃあ全然大きいですよ、タケちゃんより全然大きい。楽しみ。でも遊んでみたいですよ。あ、これ遊んでみたい。遊んでみたい。ドグちゃん、なんつった。
遊んでみたい。だよねだよねだよね遊んでみよう。巨大コントローラーというのは MC あんま上手くないスーパーマリオブラザーズだマリオやったマリオだマリオできるMC だすいませんもう MC 不慣れでごめんなさいねやりたいです、でもやりたいやりたいよねやりたいしかもマリオ遊べるっていいですよ ね, ねそうなんですよ、うん、やりたいところ、まず私がやりましょう、MC 自らやんねやもちろん勝手出ましたね、はいはい、急にねいやもう全然全然もう本当にまあでも平井さんはね、レトロゲーマーでレトロ芸人ですからねいやいやそれただ古いだけや失礼しましたレトロ芸人こら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 さすがレトロ芸人反応がねものすごいそうやね全然更新してない昭和初期のリアクションが入ってます、ね、誰が昭和初期やあでも今スタート押したら、ねスタート押したらちゃんとスタートされるんだやっぱ本当にできるんですねほらおすげーほら始まるんですよ。ほら、で、あとはこうですよ。操作性はどうですか？あ、ほんまや、動いてる。いや、でもいいよ。お、いいよ。めっちゃ反応いいよ。すごい。反応いい。反応いい。ほら、ほら、ほら。すごい。振りも避けた。ポイント。あ、すげえ。全然できてる。キノコ、キノコ。あ、キノコ。あ、お。あ、キノコ来た。キノコ、キノコ。おふふ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 。皆さん、DJ みたいな。DJ みたいな。おいえ、やっぱりアメリカだ。いや、アメリカ。ちくちく。DJ だ。何逆にアメリカってどういうこと？うっすら聞こえたよ。逆ってどういうこと？衣装がね和だから。あ、なるほどね。そういうこと。吉田さん。職人 DJ。職人。あ、ほら時の無視していく。あ、何？あ、めくりも。めくりもだ。フラワー取りましょう。フラワー。フラワー。フラワー取りましょう。フラワー。フラワー。あ、行きましょう。これファイヤーボール出せますからね。ね、これね。オッケー、これで B ボタンで。ファイヤー、これでファイヤー。出る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 。ほら。フラワー。フラワー。チケ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 。そば屋のおっさんやで。そば屋のおっさんやで。違う。俺はどうでもええねん。チケラッチョ。チケラッチョじゃない。恥ずかしいわ。すごい。おっさん来た。ほら、痛い。ほら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 。行っちゃい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 行っじゃあのぜひいいですか？ここからやってください。いいですか？じゃあ時に行きますか？これね B ダッシュ使わないとね。なるほど。ジャンプできないね。これ。もうちょっと文句すぎるでしょ。だってちょっとダメだよ。何してんの？もう一回やりたかった。いやもう誰もダメ。僕行きますね。これ B ダッシュめっちゃ難しかったよ。でも B ダッシュしないと。B ダッシュ一人でできないんですか？結構ねテンポよくやらないと。いますよ。押せてないやん。これ B ダッシュ罠ですよこれ。これ一人で出ます？なんで今2回半回った？そうやん。どうする？これじゃあ2人で一緒にやってみようか。じゃあちょっと女子2人でやろう。結構ねここね、まあ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 時間あるんで。あ、上階。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 さあ回って。吉田山ちゃん。うまい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 。協力プレイ協力プレイ。すごい。はい。2人の中に負けてる。はい。はい。キノコ取ってキノコ。取って取って。はい。じゃあ今取る？どうする？取っとこうか。はい。はい。じゃあ男子いきましょう。取ります。はい。はいってどういうこと？はい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 。もしのジャンなんかボタンを押すタイミングを。クラムちゃんそこわかる？
ですか、仲良くなれそうですか。仲良くなれる、これは仲良くなれる、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 今スタート止めましたね。じゃあ行きますか。セーフですね。じゃあ行きますか。じゃあ僕ら男3人でやります。僕の違う違う、 B ダッシュで横にジャンプで平井さんが B。 じゃあ矢印の下から入っていただいと会場、会場戻しますよ。ジャンプとスタートボタンと B ダッシュ、平井さんの方向ね。行きますよ、しこい、行きましょう。どうしたいの俺。シャンプ、なるほどなるほど。平井さんジャンプって時ジャンプって言って、ジャンプ。吉田は右。じゃあ私、じゃあ右やります。で俺右と下でいいじゃん吉田さんね。で俺これ。で空気出そう。で倉本ちゃんスタート。そうよ。途中で。危なくなったら。やったら危なくなったら。止めて。全然止めて。スタートしますね。じゃあ解除しますよ。よしこい。せーの。えい。左の角のところ。左俺か、はいはい、ごめん、左って言われてるのかな。左って言われてる。いい止め、のこのこも絶対に気がついてないからこの旅館ね、この時の旅が止まってますから今、ね、じゃあ解除しますよ、はい、いいよ、せーの、よし、よし、で金返ってこないから、よし、そうです、じゃあこれは右に蹴ろ、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 ピッチャー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 、疲れる、すごく疲れるけど楽しいな、楽しいなこれ、なんていうスポーツだこれは、上の上の、まあまあまあ、左体力使うな、体力使うな、これはこれはいいスポーツ、踏んで、あーごめん、コラモちゃんここで止めても、マリオの可愛い顔見えてるよ、よしこのクリア、クリアしましょう、クリアしましょう、クリア狙いましょう、スタート楽しくない、スタート楽しい、変わろう変わろう変わろう、でジャンプ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 、じゃあ次女性陣、女性陣、女性陣、こっちジャンプジャンプジャンプ、俺スタートする、スタート担当が、俺スタート担当、じゃあ私 B やるね、じゃあ C やるね、せーの、お
OK。 フィーダッシュしてます。ジャンプ、はい、OK。 もうあかんてこれ、なんか仲良しそうですね。めっちゃ手繋いでるやん。クリボーと散歩じゃないですか、こんなんじゃ。ちょっとほんまや、散歩みたいになってる。すごい平和平和。これもしかして巨大コントローラーのおかげ。おお、そうですよ。仲良くなれた、仲良くなれた。敵同士が手を繋いだ瞬間ですよ。ね、ね、そうですね。これじゃ右押すと危ないよね。今俺押しません。じゃあ B はどうしますか。 B は B は全然押しても大丈夫。じゃあ B 押しますね。解除します、で、おー、危ない。よっしゃ、じゃあ行こう。じゃあここで踏んで。あ、危ない危ない。踏んで B してます。あ、もう回って。よしよし、取って、キノコ取って。よし、オッケー、ナイス。ジャンプ、あ、お、もう行くわけね。ジャンプ、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 お、うまい、うまい。お、ピーナス、結局、大丈夫。オッケー、マイバー。よしよし、こっから、こっからよ。待ってますよ、俺、待ってますよ。亀を蹴ろ、亀を蹴ろ。お前、ギュイン、ギュイン、ジャーン。あー、大丈夫だ。オッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。ここはもう大丈夫よね。ここはどうしよう。そのままBダッシュしますか。あ、怖いな。竹ある程度、ある程度見、あ、もういい、ほら。よし、よし、よし、よし。帰ってくる、帰ってくる。で、B してます。声かけてこい。オッケー、大丈夫。B してます。B してます。あ、怖い。B してます。あー、踏んで。いいです、いいです。B、踏んで。このまま恋は諦めます。フラモちゃん、踏んでや。行きます。踏め。踏んで。クリボ、踏め。お願い。よし、よし。ゆっくり、まだ来る、まだ来る。これ危ないよ、これ危ないよ。踏んで。よし。よしよしよし、どうぞ。下から出てくるけど、これくっつけばなくっつけば、くっついて。よしよしよし、こう、あ、怖い。ちょっとずつ行きますよ。じゃあこれめちゃくちゃ楽しいやん。楽しいね。あいつ踏めるといいですよね、一回降りてから。こっちでもいいんですか。じゃあ危ない。すごい、今よしゆき調整がすごかった。あ、ちょっと危ない。大事。今ね、みんなの心がバラバラだったよ。ごめんごめん。ダメだよ今。統一しよう、ちゃんと。ちゃんと統一しよう、深呼吸しよう。ごめんごめん。ちゃんとやろうよ。行きましょう、行きましょう。行きましょう。マリオセイ。ちょっとドグマ、もうこの後 MC 全部やって。分かった、任せといて。託された。行きますよ、スタートボタン。えい。行け。よしよしよし。あらあら。じゃん。踏んで。じゃん。これもう一回解除してもダメかな。ダメかな。でも途中からじゃない。どこ。あー、ゲームオーバーした。うわー、悔しい。でも平井さん、何あんなにギスギスしてた雰囲気があっという間なくなって仲良くなりましたね。いや、ほんまやね。最高ですよ、もう。すごい、本当に楽しいですね、これ。面白い。本当に面白い。超面白い。新しいスポーツにしよう。これ盛り上がりますね。これ一晩できますね。これ冷静にやったらすごい。やるよね、これ。これ今回だから盛り上げて、もうスーファミとかいろいろ作っていきましょうよ。いや、新しいね。新しく。どんどんね。ボタン数増えていきますよ、どんどん。足でも、ね、足でも押していいですよ。そう、いろいろね。ね、うん。いいやんか、それやったら。斬新で。いや、これ盛り上がるわな。楽しい。ちょっと、超おもろい。男女ペアとか。あ、恋が生まれそう。確かに。いいね。最初はグーやね。最初はグーですからね。最初はグーで。何を決めんの。何をやる人。じゃあこっちでグッドパーやる。グッパーやってや。じゃあ一人できないことにします。グッパーで分かりましょう。グッパーチーにしましょう、こっち。え、チーグッパーチー、グッチー。